ちは、かくすけです。やっていきます、リーベルファンタジア。前回この迷いの森に入ってきて、で、そう、あの力持ちの精霊、妖精を生み出す方法を教えてもらいました。で、こんがりっととかもね、召喚って言っていいのかな、召喚させして、で、ダンジョンに入れたっていうところです。やっと妖精使いらしいことができるようになったっていう内容でしたね、前回は。で、こっちの方、ちょっと奥の方に行ってみましょう。と、力持ちの妖精を作るための力の果実と大地の琥珀が必要なうち、力の果実はもう手に入れたんだよね。だけど、大地の琥珀がまだ手に入ってないということで、探したいのですが、こっち側に行きたいんだけども、あ、こっちはもう行ったところか。だから、こっち側に行きたいんだけど、行けないな。え、これ燃やしても、下は燃えるかもだけど、あー、ダメだね。登れそうなところもない。よいしょ無駄にジャンプ。大地の琥珀どこだろう。大地の琥珀、とか行けない。あ、行けないか。そうか、ジャンプを知らなかったから、こっち側で見逃してるところがあるかもしれないよね。ちょっと探してみよう。ここはもうもらった。で、こっち側で、あ、こっち行ってないはず。あー、こんなところが。これは大変だぞ。が、なんもない。なんもない。行こう。ほっほっほっ。よし、乗った。ふう、行くぞ。あ、遠心力がすごくね、遠心力っていうのかな、すごく働くからね、このゲーム。あとはこっちから来たから、こっち側に行って、石があるね。これ、力持ちの妖精必要でしょう、きっと。あ、あれ？踏んだらなんか出てきたよ。あー、やっぱ、そうだよ。呼ばないといけないやつだ。呼ぶための琥珀が欲しいんだけどなー。え？ないな、琥珀。どうすればいいんだ？ちょっと見回してみよう。あっちの方には特に何もない。そっか、こっちの方も何もないもんね。じゃあ琥珀はどこで見つけるんだろうな。およいしょ、いけるいける。から落ちてみるっていうのは、あ、ダメださっきのところだね。このゲームはこうやって見回すことが重要になりそうですね。これさっきの爆弾の方でしょ。もうやり尽くした気がするやり尽くした。とりあえずもう一回燃やしておこうか。あ、ちょっと遠くない？ほい。AP は全然減ってないように見えるけど、あ、ここに装備する段階で AP が必要なのかな。ありゃ、もう終わっちゃった。爆弾みたいだったけど、もう意味ないのかな、多分。なんか諦めきれない。ほっ、ダメだね。
琥珀は他の人からもらえるのかな？こっちから降りるでしょ？一旦帰るしかないかな。見当たんないもんね。よし、帰ろう。まあまあまあ。おお、痛い。まさか飛び降りると思わなかったよ。ここら辺に何かない？ない。ない。オッケー。そこに火をつけたのは本当に何も意味なかったのかな。木箱があるよ。これを持って。投げられないかな。どう？どう？投げられないな。でもこんなものが置いてあるってことは、何の意味があるんだろうこれ。わかんない。本当にただのオブジェ？オブジェクト？投げられないか。だー！とりあえず置こう。で、こんがりっとで焼くことはできないよね。変えるか。よし。から出てきました。ここら辺にあったりとかしないよね、さすがに。冬の森入ってすらいないもんね、まだ。だよね。あれ、逆だ。かゆいよ。なんでだろうこれ、なんでこんなかゆいんだろう。赤いプツがあるなぁ。やだな。よし、ただいま。ふぅ。2階上がりますか？あ、2階なんてあったんだ。大地の琥珀、家の周りにあるかもしれないな、どこかに。ダメか。はい、1階降ります。で、フィオナに聞いてみよう。やったーね。ああ、家の、エッタのところに届けてらっしゃい？え？え？ん？おや？依頼ってなんだっけ？あ、ピレスラムの採取か。あ、そっかそっか。それならもうクリアしてたんだね。なんだ。そっかそっか。まだそこまで行けなくてもよかったんだね。全体マップでハーブ園ですよね、イエッタのところは。なんだ、よかった、帰ってきて。イエッタおばあちゃん、こんにちは。おや、マリエル、うん、はい、これ。はい。おお、取ってきたのかい。うん。さすがにイアンの子だけあるね、大したもんだ。どういたしまして。ご苦労様だったね。これは報酬だよ。ありがとうございます。4枚か。うわー、こんなに、ありがとう。結構な大金なんだね。町のみんなと話してみたけどね、あんたがイアンの仕事を引き継ぐんだったら仕事を頼みたいって言ってるよ。結構評判だったんですね。本当だと思う。町の連中に聞いてみるといいよ。オッケー、そうする。ありがとう。ありがとう。いろんな人から依頼を受けられるかな。なんでなんだ？ん？今度、私の孫が2人、しばらくこっちで暮らすようになったんだよ。ほうほうほう。え、本当？姉の方は、
あんたと同い年のはずだよ。へー、友達になってやっておくれ。楽しみですね。うん、女の子なんだ、楽しみだな。ねー、よろしく頼むよ。イエッタバチャのお孫さんならいい子でしょう、きっと。よし、一つ目の依頼クリアです。で、2階へは、上がらないつもりが。はい、フィオナに話しかけたい。よいしょ。 いえフィオナ、何見てるの？人参？なるべく早めにやっておいた方がいいわよ。遅くてもその月の間にはやっておかないとね。いくらなんでも翌月までは待ってくれないわよ。え、じゃあ31日とかに受けても？そうなの？1ヶ月で測ってほしいな。じゃあ依頼を受けていきましょう。アルフ、アルフは何かない？手伝うようなことはないと思うけど。ね、依頼出すってことは私のことを手伝うってことになっちゃうからね。よーし、家を取り替えさせてもらうぞ。この町はガキが多いな。あいつらには気をつけないとにゃ。加減ってものを知らないからな。そうだね、子供は怖いね。遊んでる暇があったら借金返す方法を考えた方がいいんじゃないにゃいか。はい、わかりました。遊んでるわけじゃないよ。アルフレッドも何か依頼があるかなって思ってね、聞いてみただけでさ。よし、今なら力の果実と何か持ってるはずだから、それでこなせるものがあればいいけどな。でも力の果実はあんまり使わない方がいいか。お、そうそう、依頼といえばこういうね、宿屋さんとか酒場が一番ですよ。あ、何かない？なんか父さんが仕事を頼みたいって言ってたよ。わかった。フラニー退屈なんでしょ。よいしょ、お話しよ。ああ、それだけ？お父さん、お父さん、水臭いじゃないか、マリエル。言えたから聞いたぞ。そうだよ、私らにできることがあったら何でも言っておくれ。ありがとう。でも大丈夫だよ、しっかり働いて返してみせるもん。偉いね。ねえあんた、うちからも仕事を頼んであげなよ。もちろんだとも。ちょうど火炎石を切らしていたところだ。どうだいマリエル、一つ頼まれてくれないか？オッケー、頑張ろう。迷いの森にあるかもしれんが、材料を揃えてエリックんとこで合成してもらった方が早いかもしれねえな。頑張ってちょうだいね。火炎石だね、了解。オッケー、わしが生まれるずっと前から町の西外れの森は迷いの森と呼ばれておった。しかも最近は昔よりも霧がかなり濃くなっているようじゃな。うん、結構霧濃かったよ。火炎石だったら今月いっぱいまでは待つからね。うん、これって月日が経つのってどんな感じで進んでいくんでしょうね。勝手に夜になってっていう感じだったっけ。今は4ゴールドじゃなくて、今の日付ってわかんないかな。オスカー何してるの？絵の具の調合についてエリックに相談があったんだね。あー、絵の具の調合までやってるんだ。川沿い店にでも顔を出していこうかな。フラニーが暇そうにしてたから冷やかしに行くよ。あー、フラニーね、暇そうだもんね。よし、エリック、火炎石。確かにあそこで火炎石は見当たらなかったもんな。大地の琥珀も作るのかもしれないな。お、エリック、やあ、いらっしゃい。マッチを探してるんだよ。確かまだ買い置きがあったはずなんだけどな。スージのところに行って帰ってきたら、それが雑貨屋でも売り切れだったんだ。参ったな、火がつかないと実験できないよ。ふーん、何の実験なの？
マテリアルの合成だよ。複数のマテリアルを組み合わせて新しいマテリアルを生み出すんだ。そっか、エリックって何やってるか謎だったけど、そういうことしてたんだね。おいおい、そりゃないよ。君のお父さんの仕事も手伝っていたんだぞ。え、そうなんだ言ってたじゃん。まあ、僕の方が勉強させてもらってたようなもんだけどね。さて、どうやって火をつけようかな。ここは使えるのかな。妖精でこんがりっと使えないじゃん。合成ができないぞ。え、絶対これだと思うんだけど、これで調べたりすれば。あ、妖精こんがりと呼び出しますか。はい、ブフ。よし、火をつけたよ。お、マリエルが点火してくれたのかい。すまないね。これでマテリアルの合成実験をすることができるよ。マリエルの合成実験。マリエルも何か合成したいものがあったらやってあげるよ。僕の勉強にもなるしね。本当にいいの？ちなみに今は虹の結晶、火炎石、命の粉末が合成できるよ。あ、そうだ。これ今日のお礼にあげるよ。火炎石くれる？命の粉末か。ありがとう。まあ、マテリアルの合成なら任せておいて、と言いたいところだけど、僕ももっと勉強しないとね。少しずつ合成できる種類を増やしていくから、時々見においで。やったー！と、マテリアルの合成で、火炎石は、知らないよ、そんなの。クローサイト。フレームベリー、ピレスラム。これはまだいいんだけどね。虹の結晶が2個必要で、クロアサイトが必要なんだね。あー、はい。もう一回森に行ったら新しいものが登場してるのかな。ちょっと他のところにも行ってみましょう。パン屋さんとか。お、はよ。こんにちは、シャロン。お買い物。前と同じですね。で、パン屋さん行ってみよう。あ、パン屋さん、あの女の子がいるところでしょう。お友達の。あ、お父さん。イエッタさんから話は聞きましたよ。うちからも仕事を頼ませてもらいますね。後でキャシーを使いに行かせますよ。大した力にはなれないかもしれませんが、陰ながら応援させてもらいますよ。はーい。キャシーが来るんだね、うちに。火炎石は。でも妖精の森、迷いの森にあるかもしれないって言ってたから、あるときはあるのかな。ここに行ってないね。これはお土産屋さんだよね、確か。あの可愛いテディベアがいっぱい置いてあったところ。雑貨屋さんか。こんにちは。イエッタさんから聞いたわ。マリエルも大変ね。私からも仕事を頼んでいいかしら。もちろんだよ。じゃあピュアメリッサをお願いできないかしら。迷いの森で見かけたっていう人がいるから、探せば見つかると思うの。はい、ピュアメリッタね。助かるわ、よろしくお願いね。はーい。じゃあ一旦ウッドワース家に戻って、で、キャシーはいる？この人は違うよね。アンソニーくん。さっきハーブ園に馬車が来てたけど、お客さんでも来てるのかな。お、お孫さんかな。キャシーは、あ、来てない。じゃあ一旦ハーブ園行ってみようか。はーい。
浜ブルーエンに移動で時間がかかったりとかするかな。お、イベントかな、これは。あれ？ん？お、お孫さん。これは男の子かな。何してるの？妖精がいるかなと思って。妖精。今この辺にはいないみたいだね。お姉ちゃん、妖精が見えるの？あー、かわいいな。そんな気がするかなって。僕、おっきな町に住んでたんだけど、そういうとこにはもう妖精はいないんだって。うん。お姉ちゃんが言ってた。でもこれからもね。こういうとこなら妖精と会えるかなって思ってたんだ。そうだね。ロアン、どこにいるの？お姉ちゃんだ。かわいいな、ロアン。長旅で疲れたんだから。お嬢様ですね。休まなくちゃ。こんにちは。こんにちは。私、マリエル。イエッタおばあちゃんの孫？ええ、そうよ。この子はローアン。私はヘイゼル。いいな、ヘイゼルちゃん。じゃあ、これからお隣さんだね。よろしく。あの、川の向こうのお家に住んでるの？ううん。今は、びっくりだよな。あっちの木の小屋に住んでるよ。あの大きな木の上の？でも憧れるだろうな。さっきちらっと見て、なんて素敵なお家かと思ってたの。よかったら遊びに来て。ほんと？いいの？あ、お姉ちゃんずるい。僕も行きたい。もちろん、ロアンも来てね。ほんと？わーい。でも今日はダメよ、ロアン。疲れてるんだから明日にしましょう。平気だよ。慌てなくとも、マリエルのお家はなくならないわよ。ね。ちょっと怖いな。だから、今日はお部屋に戻りなさい。ヘイゼル、すごい。ロアンはいたかい？おや、言えたおばあちゃん。もう紹介はいらないみたいだね。そうそう、マリエル、これを受け取っておくれ。なんだ？どうしたの？これ、昔あんたの父親からもらったものさ。なんだろう。なんかの役に立つんじゃないかと思ってね。ありがとう。さ、ロアン、妖精の話でもしようかね。うん。それじゃあマリエル、また明日。うん、待ってるね。あ、そっか、来るんだね、うちに。で、さっきもらったのはメダルみたいなやつでしたよね。琥珀じゃない？琥珀だといいな。どうしたの、珍しい。今日ヘーゼルたちが遊びに来るんだよ。掃除しないとね。ほほ、それで朝からお掃除なんてしてるんだ。うんうん。それにこれからはお客さんが来るかもしれないし。そうね。じゃあ私はお茶でも入れようかしら。いいね、似合うね。うん、お願い。ヘーゼルかな。はーい。誰だ？いらっしゃい。あ、ヘイゼルだ。今日はお招きありがとう。どうぞごゆっくりしてらして。あれ？ロアンは？それが、やっぱり熱出しちゃって。結構体は弱い方なのかな。残念だね。疲れるとすぐ熱出しちゃうの。空気のいいとこで暮らした方がいいって言われて。ここはすごくいいところだから、ロアンもきっと元気になるよ。だね。そうね。私もこういうとこに憧れていたのよ。こんなお家に住んでること、お友達になりたかったわ。わーい、もう友達だよ。あ、いい子だ。ありがとう。本当に素敵なお家ね。こういうとこなら妖精も住んでいるかしら。あ、隠れちゃうんだね。そ、てか、そうかもね。見えないのかな。私、妖精に会いたいの。ねえ、妖精って本当にいるのよね。いるいる。うん。よかった。妖精に会ってどうするの？願いを叶えてもらうの。妖精と仲良くなると願いを叶えてくれるのよ。どんなお願い？それは口に出しちゃいけないの。そうなんだ。でも黙っていてもきっと届くわ。お願い叶うといいね。ありがとう。よく窓辺にミルクを置いてあるけど、あれって妖精のためなんでしょ？うん。どこの家でも大抵置いてるよ。ロアン夢中になっちゃって、
いろんな食べ物や飲み物を並べてたのよ。子供って性とかあるからね。熱出したのはきっとそのせいだわ。よかったらマリエル見舞ってあげてくれない？そうだね。うん、いいよ。よかった。私一人で来て手ぶらで帰ったらあの子に恨まれちゃう。うん、今から行くのかな。ハーベイまで一緒に行きましょう。うん。もう勝手に移動かな。あ、ローアン。ただいま、ローアン。あ、お姉ちゃん。わあ、うん、マリエルも来たぞ。来てくれたんだね。こんにちは。こんにちは。あ、でも元気になってそうですね。お姉ちゃんたちに見せたいものがあるんだよ。なんだろう。あら、なに？ほら、これ。お人形さんがあるね。僕、妖精は何が好きなのか実験したんだよ。ミルクの他にも、うん、ジャムとか蜂蜜とか置いてみたんだ。そしたらほら。あれ？蜂蜜が変わってる？なんか汚れてるわね。もっとよく見てよ。ん？それ、手の形に見えるでしょ？え？そう言われてみれば、なんとなくそうかも。うん、そう見えないこともないよね。きっと妖精が来て、ジャムを触っていったんだよ。ね？そうだよね。ここは迷いの森に近いから、そこから迷い出た妖精かもしれないね。うん。本当？あの森も昔は妖精がたくさん住んでいたそうだけどね。うん、でもね、まだいるかもしれないんだよね。森に行けば会える。ちょっと危険だな。ダメダメ、迷いの森っていうくらいだから、普通の人間が行ったらぐるぐる迷って出てこれなくなっちゃうよ。うんうん、それって妖精の仕業？どうだかね。妖精はそもそもいたずら好きなもんだし、中には悪い妖精だっているだろうさ。そうだね、ね、マリエル。あ、そうだね。お話の中でも妖精にさらわれて帰ってこれなくなった人がいたりするわ。そうなんだ。だからあんたもふらふら森に行ったりするんじゃないよ。そうだね。うん、怖いなこれは。行きそうだなローアン。お、なんだなんだ、さっきのは。うわー、もう不安不穏な感じがすっごいするな。あら、おかえりなさい。ただいま。ねえフィオナ、手見せてくれない？ん？どうしたの？手の形？やっぱり同じくらいの大きさだ。じゃあやっぱ妖精かもね。何が？ねえ、ハーブ園でジャムとかに手出さなかった？はあ？窓辺にちょうどこのくらいの手形が残ってたから。うん。何寝ぼけたこと言ってるの？私がそんなことするわけないでしょ？そっか。マリエル！じゃあ他の妖精かな、やっぱ。ヤシー。今開けるよ！ヤシーもなんか依頼のために来てくれるって言ってたもんね。ニュースニュース。お、なんだ、どうしたの？ハーブ園に噂の兄弟がやってきてるわよ。うん、ヘーゼルとローアンでしょ。なんだ、もう知ってたの？もう仲良しだからね。うん、ヘーゼルは私たちと同い年だよ。嬉しいだろうね、田舎で。でもおしとやかで都会のお嬢様って感じ。うん、うん、そうかな。なんでそんな照れちゃってるのかな。でも女の子でよかったね。これがアービーみたいなやつだってどうしようかと思ってた。どうして男の子じゃダメなの？本当だよ。ダメダメ、男なんてみんなガサツで乱暴者で口悪くて。あそこの家だったら男の子もね。アービーってそんなに乱暴者でもガサツでもないと思う。うん、いいのよ別にあいつのことなんて。あ、アービーのこと好きなんじゃない？じゃあまたね。はい、いってらっしゃい。あ、ごめん、実は用事があってきたんだった。そうだよね。
なに？親父が新しいパンを作りたいんだってさ。それで、うんうん、迷いの森から鬼くるみの実を取ってきてほしいんだって。オッケー、それはあるよ。あれ？鬼くるみって確か、うん、じゃあ私配達あるからお願いね。持ってるよ鬼くるみ。待ってよキャシー。はあ、そうだよ、鬼くるみならもう持ってたのに。ねえ、このまま渡した方が良かったね。しょうがないわね。お店の方まで届けてあげましょう。はい、オッケー。じゃあちょっと長くなりましたが、ちょうどいいのでここで切ります。ご視聴ありがとうございます。